いくら調べても、アップデートの項目がない。このコンソールじゃないか。一旦帰って、ユイに話を聞こう。ん？フィリア？どうした？ごめん、時間がないのは分かっているけど、どうしても話しておきたいことがあるの。そうか、まあいろいろあったもんな。いいよ、何でも話してくれ。ありがとう。こっちに座って。わかった。私、この世界に来てから自分が自分じゃない気がしてたんだ。私の中が空っぽな気がして、私はどこの誰なんだろうってね。だから生きることに必死だったのかな。フィリア。そんな時、私はキリトと出会っちゃったんだ。キリトと初めて会った時、私キリトに攻撃しちゃったからびっくりしたよね。ああ、実を言うとかなり焦った。私、あの時のごめんなさいもまだ言ってなかった。キリトと私って本当に最悪な出会いだったね。まあ、初めて出会った女の子に攻撃されるとは思わなかったよ。今更だけど、本当、あの時はごめん。あ、いいよ。出会わなかったら、こうやって話すこともなかったし。ありがとう。キリトはさ、その後、なんで私が一緒にそっちへ帰らなかったかわかる？うん。不安だったんだよね。自分自身のこともよくわからないのに、空っぽな私が帰ることは、すっごい怖かった。でも、それからキリトと一緒に冒険して、いっぱい話をして、私の中の不安がなくなっていったんだ。
楽しかった。だけど、謎のエリア、素性不明オレンジプレイヤー、普通なら怖がられて当たり前なのに。キリトはよく付き合ってくれたよね。俺は楽しかったよ。フィリアと一緒に冒険できて。キリトがいてくれたから、私は人だって実感できた。温かさを感じられた。キリトは私のこと信じられるの？なんでって言われても、初めから言ってただろ、俺は人を見る目には自信があるって。でも私はそんなキリトを裏切って、しかもオレンジで。キリトと一緒にいる資格なんてない。本当なら絶対私を嫌いになるよ。そんなこと思うわけないじゃないか。俺はフィリアが好きだよ。好き？ああ、フィリアは俺にとって信頼できる大切な仲間だ。バカ、アホ。いつの間にか俺が罵られてる。キリトの言葉は空っぽだった私の隙間を埋める、あったかい気持ちのかけら。ホローフラグメントなんだね。なんだって？はあ、なあフィリア、ため息なんてつくなって。ここまで来たんだから一緒に最後まで行こうぜ。キリトのバカ。だからなんでバカって。なんでもない。さあキリト、行くわよ。おお、なんかわかんないけど急に元気になったな。でもその前に、
フィリア。何？オレンジの問題なんだけど、わかったんだ。フィリアは人を殺していないよ。もう一人のフィリアは AI。つまり、ホローデータだったんだ。どういうこと？私がホローデータで、向こうが本物かもしれないじゃない。もしそうだったら、私は…あ、落ち着けフィリア。そんなことはないんだ。順に話すよ。まず、フィリアがオレンジなのはシステムエラーだ。君がここに来たのは11月7日じゃないのか？確か11月、日にちもその頃だったと思うけど。やっぱりな。フィリア、通常ホローエリアにはプレイヤーは立ち入ることはできないんだ。それともう一つ、プレイヤーとホローデータは同時に存在することができない。万が一同時に存在してしまった場合は、ホローデータがシステムによって削除される仕組みになっている。私は自分と。11月7日、75層のボス攻略の際にアインクラッドに大きなエラーが生じたんだ。おそらくフィリアはその時の影響でホローエリアに飛ばされたんだよ。そしてシステムが問題を感知して、ホローデータを削除する前に。フィリアは混乱して自分のホローデータを攻撃してしまった。予測外の出来事が重なった結果、システムはフィリアのデータにエラーが生じていると認識したんだ。それがオレンジカーソルという形で現れたんだよ。本当なの？でも私がプレイヤーだなんて確証は。大丈夫、確認した。俺の仲間に詳しいのがいるから。この目でログを見てきたんだ。フィリアが攻撃したのはホローデータだし、削除したのはシステムだった。つまり君は誰も殺してなんかいないし、俺と同じプレイヤーだよ。私は中央コンソールの場所さえ分かれば、エラーを解除してステータスも元に戻る。
動したら転移も可能になる。一緒に戻ろう。キリト、本当にあなたは。バカでお人よしで向こう水だっけ。私、このまま一人で死んでいくのかと思った。もう大丈夫だ。キリト、本当にありがとう。それじゃあ、またね。審査されたデータがアインクラッドに実装され使用可能となっています。もちろん必要以上のデータ改変がないようリミッターはあるはずですが、それが作動しない可能性があります。そして推測ですが、このアップデートは実施されればかなり危険です。ホローエリアは本来アインクラッドと対をなす
未接続のミラーサーバーのようなものだと推測されます。このようなエリアはまだ点在すると思われますが、75層のクリア時にこのアインクラッドとホローエリアのみ接続され開示された可能性が高いです。本来ホローエリアのみに存在する AI データの ID が上書きによりメインとなってしまうようなことがあれば、ホローエリアで起きたことと逆の現象がアインクラッドで起こる可能性があります。同じ ID のホローデータがアインクラッドに実装されます。プレイヤーが生存しているという情報は維持されるので死亡扱いにはならないと思いますが、想定される最悪なケースとしてはこちらの状況の方が深刻です。先ほどにもあったように ID の重複チェックシステムの認識が逆に働いてしまい、それを修復しなければならないエラーとして認識してしまうケースです。はい、本来アインクラッドにはホローデータが存在しません。アップデート終了後、カーディナルシステムが大量のエラー修復のためプレイヤーのホローデータを作成し、上書きしてアインクラッドに実装してしまう可能性があります。この状況下における最悪なケースです。実際にアップデートされるまでこの推測が正しいかはお答えできません。パパ、お役に立てなくてごめんなさい。
ゆいちゃん、ありがとう。なら、私たちがやることは一つね。私はキリト君とユイちゃんと現実世界に帰るって決めてるから。